来ました。いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリスが我が物として操るか。あるいはこのもやこ、そなたたちの魔族、半分を超えた私、もはや国民だ。皆の者、我が宝具となるか、笠先を撃て。剣心様、あなたたち、さあ、左右の陣を引き捨てよう。これらを落とされれば、高みを誰ののみぞ。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。弟子なのに。雪は好きだ。凍えた私を、あの方が温めてくれるから。やったー、俺は目立ったー。ん、今、誰かいなかったのか。ヤツの疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。流れの身動く激しきのま、雪を吸う。体が皆のま、宝刀となる。霧に紛れる影たちは敵を惑わせるのです。断言しよう、この世で最も高潔なのは剣心様と。俺はみんなの剣、みんなは俺の剣。見事な父と戦いましょう。強いですね、剣様の方だ。千万体剣の劣る鎧となれ。よい、これはこれは風が巡ってきたようだ。私を見る兵たちの目が妙に生温かい気がする。なぜ終わらせぬとも。足利方に無敵あり、考えてみればすごい話だ。この世はなんと思い通りにいかぬことか。待つのです。失う明日を恐るるなら。奪われたくなければ今日も引かないことだ。こんなに任せておきたいところだが、仕方ないな。どうやさし、この戦場に進化すればならぬようだ。剣心様、あなたさんの振る舞われる宝具の中で、私無論美しい毘沙門一の刃たち、すべて打ち捨てよ。私など最良の宝具と語ってくださった、その思いに応えるため貴様を倒す。鉢金の向きを直すべき頃合いです。雑魚どもは絶対に動かせられ。早く目覚めてくれたまえ。それが主のため、ひいては私のためにもなる。やはりそうしなくてはいけないのか。今のままの私ではお使いするには不足なのか。くそ、私が不甲斐ないばかりに。戻りなさい、美しき私の本。しとやかにめでられることもまたそなたの務めです。承知いたしました。剣心様、どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。足利軍隊と呼んでくれるの。我ら
異例なる上杉軍。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い、剣と肩を並べる日が来ようとは思わなかったな。近づきの印でも境にでも興じないかね。あな喜ばしきこと。なれど僕の類であればお断りしましょう。命やようで春ゆう。フクロウの身を震わせる。火の音、死の音、いささか飽きたが耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。